カットオフ、カットオフ、今切ったカットオフということで、加藤さやかが北海道にやってきました。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、北海道札幌市にありますゾーン平岡店さんにやってきました。今日はスロットスタイルということなので、私のスロットスタイルを皆さんにお見せできたらなと思っているんですが、もう並び、今日はですね、平岡店さん60人ぐらい並んでたんですけど、ガツガツ入っていって、私今から入ったらきっと残り物の台になるんですが、残り物には福があるという言葉を信じて最後に選びたいなと思います。それでは私のスロットスタイル、ぜひぜひ皆さん最後まで見てください。頑張ってきます。お、今11時回ったんで打ってらっしゃるんですけど、今日はスロットスタイルなのでスロットを打ちたいなと思っているんですが、ジャグラー人付きいいね。あー、番長も絆取れないな。ゴッドももう2台とも当たってる、取れない。あー、窓紛、待って、聖夜があります。聖夜にしようかな、これにします。角台で昨日もまあいい感じの、昨日こっち結構行ってるんで、こっちの台にしようかな。聖夜にしたいと、セイント聖夜で勝負したいと思います。大丈夫かな。逆にでも左の方が腹痛が溜まってたりする。いや、でもリセットされてたら関係ないもんね。このコスモポイントを貯めていって、溜まり方が早かったらいいな。よし、これか多分。ああ、ここだ、リブだった。リブか。10月の28日なんですけど、ちょうど来るとき東京はちょっと暑い、ちょっと暑いなって思うぐらいだったんですけど、やっぱり寒い。でも北海道の方皆さん口を揃えて、いや今日は暖かいですねって言ってるから、例えば先週北海道雪降ったなと思って、そりゃそっか、今日は暖かいになるかって思った。北海道の話。よし来た。でも全部青。さあここから32ゲーム間、これなんかエア楽だな、きっと。
転した。これは弱い。ここはちょっときついよね、異次元脱出。終わったあっさりと。まだね、まあまあ頑張りましょう大丈夫かな私。あー大丈夫絶対勝ちたい。そして白い恋人を鬼のように飼いたい大好きなんです白い恋人。当てないことには始まらない。180ゲームです。
よし。一応投資額も14本で今ラッシュ入っているので、ここで止めたいね。追加投資は止めたい。追加、追加を引きましたよ。
さあ2回目、この後この後ソレンド、よしよし、いいよ、ここはよしよし、カウントゲーム、大丈夫、ジャックチェリー、よし、ゲームずつ3桁いきたいな、強そう、やめてくれ、チャンス目引いて、頑張れ、おい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 、意外とやれてるって言った瞬間にやっぱ調子乗ったのがバレた、いくよ、やっぱ調子に乗るとこうなります、気をつけましょう
記憶がない。頑張れ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 。嘘ダメ。さあよし、ニューゲーム復活して、頑張りましょう。
だってさっきミロが一番下で、あそこまで頑張ってくれたので。おお、30いった。
すごいんじゃない？やってみますね。いくよ。何これ、どうなるの？セイントセイヤの楽しさを教えてくれたのはピーマートのスラミンなんです。来たー、ここだ、これだ、さっきのじゃない、こっちだ、正しいのこれを送ろう、これをスラリンに送ろうと。いや違うでしょ、間違えちゃう、違う違う、違うって、違うって、大丈夫です、大丈夫おお、ほら、何これ、超かっこいい、すごい、なんか四頭身頑張れ頑張れ、かっこよ、きた、柔らかいアルティメット説明窓巻きが好きだから、だからこれ7回保証なんで、ちょっと頑張ってつなげていきたいと思います。おお、なに、すごい回ってる、すごい回ってる、でも7回保証でしょ、はい、あ、復活で、復活だけど30ゲームなんですね、まだ6回目なんで大丈夫です。見そびれた、ごめん、よし、ほい、30ゲーム、さあこっからですよ、あ、追撃、よしよし、 OKOK、さあ勝負の千日戦争、ポセイドンバトル、頑張って、お願い、やばいな、終わったっぽいな、これ、いくよ、ありがとうございます、よかった、30ゲームいいね、いいね、よしよし、いいよ、追撃、よし、きたきたきた、
願い頑張って。頑張って、きついよ、やばいよ。おお、完璧。やる。やばい。やばっよ。バトル16回目。強くない？嬉しい。嬉しいのでちょっと写メさせてください。はい、ということでバトル18ゲームで680ゲームをゲットしました。頑張ります。の続きなんだね。
な笑顔、みんな笑顔もうみんな笑顔ですよ。もうこれはいい風吹いてるってことじゃないのね。これみんな髪がなびいてるから、多分今のこの台の状況を表してくれてる。すごいエンディング、これ窓巻きですよね、完全に窓巻きだ。最高でした。そして1037ゲーム、やばい、あと1時間じゃ、もう無言で取り切りますんで、私してる。さあそしてバジリスク、朝から並んで結構皆さん、あ、出てる、すごい当たってる、しかも積んでらっしゃるし、あ、すごいよ、みんな積んでますね、別ゼミをしてるから、モンハンの爆発力すごい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10箱ででんでん、この花色のヒートテックが目に入らぬか。はい、ということで実戦終了いたしまして、本日はですね、セイントセイヤ海王の覚醒を打ちましてですね、出玉の方がじゃじゃーん、こちらです。いや本当に楽しい実戦になりましたね、私の中では。やっぱりそりゃそうですよね、結構ちゃんと勝てて、しかも引いていろんな演出も見れたので本当に楽しくて、ただただこのもう本当に実戦時間が限られてるということにこう恨みを持ちつつ、また収録の方に来たいと思いますので、今日は皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。そしてお近くの方は
ぜひゾン平岡店さんに遊びに来てください。私もまた収録で来る際皆さんのこと待ってます。お疲れ様でした。最